森田光輝はパスやトラップキープ力の高さなど基礎技術が正確な花のあるボランチ。森田光輝は2009年に東京ヴェルディジュニアに入団。小学3年生からヴェルディ一筋。森田光輝は各年代で10番を背負い、高校3年生で特別指定選手になった。森田光輝の着用しているスパイクはニューバランスの442。森田光輝は23歳で東京ヴェルディのキャプテンに就任。16年ぶりの J1 復帰に導いた。森田光輝の私生活でのこだわりは、身につけるものはケチらず高価でも良いものを買う、それに見合う選手になりたいとモチベーションが高まったと語った。森田光輝に影響を与えた選手はロナウジーニュ。